それが私の人道だから。ちょうどこんな風にだったか。俺の両親もお前ら木の葉の忍びに目の前で憎しみが生まれ、痛みを知ることができる。そうだ、痛みを知れ。あれは俺が憎いか。九尾の力か。俺が憎いか。これでも人は本当の意味で理解し合えると言える。それでいい。俺の痛みはお前以上だ。行くぞ。この程度か。やるな。このチャクラの感じ、あの時の。封印を解いた。来る。早い。神羅転生。バカな、神羅転生に耐えるだと。何？すごい。とにかくナルトから6本の尻尾が。6本？6本って、じゃああの時よりさらに。ぶっちゃけもう木の葉の原型がなくなっちゃってます。急いでここからなるべく遠くへ避難してください。ヤマトとカカシで封印術をナルトに施していたはずだぞ。母さんがナルト君をかばって目の前で倒されました。ヤマトはどうなった？どこにいるんだ？カブトはいたか。これは6本なんてありえないぞ。すまないが僕は今すぐ里に帰る。素晴らしいものだな。ナルトもペインも里からどんどん離れていくぞ。笑ってる場合じゃない。
天道を十分近づけた地縛転生。そこまでしなくても。少し黙ってろ、コナン。地縛転生。何もここまで大きなもの。相手は九尾だ。手は抜けない。これで九尾捕獲完了だ。なんでこうなっちまう。お前の答えを聞こう。そんなのわからねえ。もう何もわからねえ。誰か助けてくれ。全てを壊せ。お前の心を全て。そうすれば。そうだ、それでいい。八だってどうにやばいよ。これは死に来い。この封印の札を引きちぎってくれ。くそ、もうダメだ。どうしてこんな。本目の尾まで封印が解放してしまうが、お前の意識の中に出てくるよう封印式に細工しておいたのさ。四代目火影、来い、ズタズタにしてやる。ナルトって俺の名前。四代目火影が俺の名前を。俺がつけたんだからせがれなんだし。さっきも言ったろ、俺の息子だよ。四代目。うるさいね、後ろの。三代目は何も言わなかったようだね。息子と分かればいろいろと危険が降りかかるからね。なんで息子の俺に九尾なんか封印したんだってばよ。だから俺頑張って頑張ってみんなに認めてもらいたくって、すっげえ修行して強くなって。ああ嬉しいんだか腹が立つんだかもう分かんねえってばよ。何歳になる？16歳。ナルト、すまなかった。ばかりさせてしまった俺が父親面して謝るのも違うかな。四代目の影の息子なんだから我慢する。そして封印したのはこの力を使いこなすと信じていた。俺の息子ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。本当にどこまで行っても子供を信じてるのが親ってもん。俺もそろそろ行かなくちゃならないかな。チャクラも薄れてきている。封印を組み直す。だがこれで最後だ。木の葉はまだやり直せる。ナルト、ありがとう。